まあ夏の思い出じゃないですけど、うん、まあ、花火大会みたいなのあるでしょ、うん、まあ、あんまりこっちに来てから行くことないですけど、まあ混んでますからね。何回か僕もその、まあ、前に住んでた市川に住んでた時とかは江戸川があって花火大会だったんで、なんかそのそこら辺でバイトもしてましたし花火の時間見てたんですけど、うん、やっぱもうすごいんですよね、こっちの花火大会って。いや全然違いますね、うん、本当にやっぱ数も違うしものすごい綺麗なんですけど、うん、まあ、僕らの地元でもね、もちろん花火大会とかあって、うん、で、まあ今思い出せば、うん、まあ、その時のあの天気とか、うん、のせいだと信じたいけど、うん、あの地元の子供の時って花火大会思い出すと、うん、なんか煙でほぼ見えなかったでしょ、うんうんうん、あれ何一体。その東京に来てみると全然見えるんですよ。見える見える見える。僕らの地元の花火大会何を連発してるのか分かんないですけど、ほぼ煙煙だなで何にも見えなかったでしょ。煙の中にぼやーっとぼやーっとぼやーっと、なぜかモザイクかかったピンクの花火が上がるみたいな。煙がはっきり見えるネズミ色の煙がワクワク。なんかその思い出あるよな。あれ何あるあるある。まともに見えたことない。もう風の向きとか気にせず上げてんのか何なのか分かんないですけど、何なんだろうな。多分その場所も悪いかったりするんだよね、風が通らんとことか、まあね、とか高さとかいろいろなんかあるのかもしれないですけど、なんかやっぱそうだな。それすげえわかるわ。でしょ、うん、津山の人見てたらね、まだちょっとコメントとか欲しいんですけど、なんか煙だ、あんま何に待ってとか言わないですけど。いや言えないですけどね、いろんな祭りは、まあ、津山の祭りっつったらあれしかないから、まあ、すぐ特定できるで、ね、まあ近隣の祭りもそうでしょ。やっぱ一応田舎のね、うん、祭りなのか。やっぱそのもちろんね、数も違うしかかってるお金も違うでしょうけど、あとあの林の近くでやるが、うん、あの何回か燃えた。そうなんですよね、バカすぎるだろ本当にそれは分かれよと思うけど、城の山がマジでなんかちょっとぼや騒ぎありましたもんね、うん、割と毎年割と毎年ある。何なんだよ本当に、バカすぎるだろ。森の近くでやりすぎて、もう言っていいだろ、バカすぎるよ本当に。バカすぎるいくらなんでも。もうちょい計算のレベルじゃないよあんなの。あれな危ないですからね。もうえらい低くなかった。多分低いんでしょ、だから多分低いんでしょ、だからもしかしたら見づらいのかもしれないですからね、うん、そういう意味ではやっぱ都会の花火は綺麗ですから、ね、そうですね。まあまたなんかね機会があればやりますし呼んでもらえばいくらでも漫才に、ね、そうですね、行きますんでね。間違えたいや全然いいんですよね、そういう思い出。いいいい思い出、思い出ですね。いいっていうかその可愛いとこですよね。あのお茶目お茶目、違う違う違う、その素晴らしければ必ずいい思い出ってわけでもなく、うん、それダメなとここそいい思い出というかね。そうですね、残ってるんですよ。これで普通の花火見たら何にも覚えてないですからね。うん、ただ綺麗。ちょっとグリーンマンションっぽいスタイルで修正してますけどね。まあなんとかいい思い出。夏フェスもだって雨降ったら伝説の夜になります、ね、そういうことです。いいこと言いましたね、うん、煙のもう本当の煙もくもくのね、伝説の花火大会伝説の花火大会もうバカにしてる。ほぼ毎年もうバカにしてると思うね。まあね、楽しい。まあまあ、雰囲気は楽しいですからね。雰囲気は楽しいですね。また、機会があったら見たいですけどね。どんなもんか大人になってみたら違うかもしれないですね。そうですね。今はもっと技術が向上してる。そうですね。見てみたいと思いますんで。お願いします。平日、毎日、愚痴を更新しています。ウエストランドの愚痴ラジ。ぜひ、チャンネル登録してください。と一言お願いをね、してもらって。いや、そうなんですよ。まあ、愚痴は全部僕が基本的に喋ってますから。そうなんです。こんな感じですから、僕は。隣にこいつ座ってますんで、ぜひチャンネル登録してみてください。お願いします。